ったら。あ、さっきのユニットコントは、吹田のおっちゃんと森口のおっちゃんみたいですね。そうや、そうや、誰が知ってた、それ。そうやわ。誰笑かそうと思ってやったんですか、吹田のおっちゃんと森口のおっちゃん。そうそう、森口、吹田のおっちゃんっていうコントを、ダダがずっとやってたので、そこにコラボするので、森口のおっちゃんって、増田がなんか自前で、なんか、靴の形のめっちゃでっかいリュック背負ってきてん。靴の形の？そう、靴の。それが、うん、面白いやろう言って。ダダさんのコントってこんなんでしょ言うて。ちょっとそれ怒ってええとこちゃいますか。いやいやいや、うん、まあそんなもんやわ、俺らなんか。あとはもう先輩との絡みとかがあったから、うん、の師匠とかもね、まあ、師匠の数も圧倒的に多いやん、吉本って。まあまあ、そうですね。な、うんで、今でこそ、松竹の師匠さん方もみんなめっちゃ優しいけど、俺ら入った時めちゃくちゃ怖かったからね。へえ。みんな若かったから。だって僕が松竹入った時、師匠師匠って言ってたけど、高橋師匠とか42歳とかやったからね。ええ。僕入った時。全然師匠やったけど。うん。劇場でも取り戻って。年下ですわ。全然下下下。うん、でももう全然師匠って言われてた。俺も50やけど、ずっと若手のなんか毛が生えたみたいな感じやわ。え、そんな厳しかったんですか？昔怖かったよ。でも楽屋とかでも、うん、あんまり喋ってくれはる師匠もおらへんかったし。なんかでも上條の話聞いてたら結構みんな師匠方によくしてもらったみたいな。あのね、でもね、俺ちょっと感じててんけど。うん。はるか香田師匠が松竹に入ってこられたぐらいから、他の師匠もみんなすごい優しくなった気がすんねんな。はるか香田師匠が松竹に入ってきた時を知ってるんですね。これあの上田さん、あの僕、はるか香田師匠が松竹に入ったのと、僕入ったの同期なんですよ。あ、同期なんや。はい、そうそう、僕と、はい、他の事務所から移ってきはったから。はい、うん、あのだからもう1998年っていうのが出てます。はい、言って、はるか香田師匠、はるか師匠は、うん、若手の大部屋にずっといてはんねん、劇場とか出てても、はい、で僕らみたいな年齢になってきたら、うん、若い子にいじってもらわんと、うん、もう一回ブレイクできへんから、もう若い子と仲良くしてなんぼやねんっていうのをずっと言ってはって楽屋で。すごいな。そうで、あの春香師匠ずっと若手でそうやっていて、で実際あのめちゃイケでなんかこういじってもらったりとか、ね、確かに、うん、そうそうそう、笑わず嫌いでね、うん、そう、あのぐらいから多分ね、他の師匠もみんななんか結構若手の大部屋に来てくれるようになったりとかっていうイメージ、これは。なるほどね。いや、それがあってちょっと、ちょっとわしらもいじってくれようじゃないけど、若い子らと仲良くしといた方がええぞみたいな、なんか空気感は、はるか師匠がなんか作らはった気は、一緒にいてて、うん、思ったね。だから、横山宏師匠なんて今なんかめちゃくちゃ優しいけど、喋ったこともなかったもん、怖くて。あ、そうですか。うん。めちゃめちゃ人相悪いですもんね。だから、怖いでしょ、喋らへんかったら。でもめっちゃ優しくて、大田原飯連れて行ってくれるし。わあ、優しい。めっちゃ天然やけどね、広志師匠は。そうなんですか。そうそうそう。なんか、免許取ったのがすごい遅くて、横山広志師匠。結構年齢いってから免許取りはって、運転がすごく苦手で、はい、自宅の駐車場は立体駐車場なんやけど、マンションの。はいはい、あの、止めれないんだって、いつまで経っても。だから、かわいいな。あの、お弟子さんが一緒の時はお弟子さんが入れてくれんねんけど、はいはいはい、一人で運転することももちろんあるから、はいはい、帰ったら、立体駐車場の前で一旦車止めて降りてずっと待ってて、はい、他のこう同じマンションの住人が帰ってくるのを待ってて、来た人にすまへん止めてくれまへんかって車庫入れてもらうってとかね。お手数かかるなそうそうそう、めっちゃお手数かかるなそれ。いや、車のエピソードやっぱ広志はいっぱいある、うん、あの免許取ってすぐに家族でドライブ行った時に急に雨が降ってきて、はい、でワイパーの付け方がわからんくて、え、うん、で家族全員で雨が止むまでずっとあの天まで横にハザードつけて待ってたって言った。前が見えへんけど、これが動かへん言うて。やんでよかったな。やめよ、ま、通り雨やったから。通り雨でほんまよかったな。こう1時間でやんだらしい。いや、すごいな。なんかあの、うん、車そんなに運転お上手じゃないんですけど、そうそうそう、優しい方なんで、うん、例えば国を通る師匠とかおったら、うん、お国をちゃん送ったるとか、通るちゃん送ったるとか言うらしくて、うん、一回あの国を師匠があの、うん、乗ったんですけど、
あの千日前通りずっとまっすぐ西の方に向かってて、うんうんうん、あの広瀬さんここ右ここ右って言うんですけど全然右曲がってくれなくて、うん、で広瀬さん右って言ったら曲がれるかいな曲がれるかいなって言って上条地獄のチキンレースよ言ったら千日前でなんで曲がれへんのなんで送っていく言うたんや、はい、気づいたらあの、うん、京セラドームのとこさらに左行って大正の方鶴松の方向かってた、ね、苦手なんすよだから右折が、はい、右折ができないって言ってましたねなんで免許取れたんすか知らない教習所右折絶対あるのに、はい、広志はあれさ原付で一回来たことありましたよねあの原付で劇場に来たことがあって原付、ね、乗れも全部原付で車やから一回全力でフルスロットルで行かせてもらって暴れるな暴れるなってましたけどね昔のな原付軽かったからなちょっと行ったらぐわー行くねんな、うん、あれあのこ若手の原付やってあれ実はあそうでしたっけそう俺らねあの時現場にいたのあそうお好み焼きあのお昼のお好み焼きですよ僕それ行ったそう言ったんじゃんお昼の、はい、劇場2回出番の間の1回目終わりに広島がお好み焼きを食べに連れて行ってくれてはいはいはい分かってんのでしたっけあれ、うん、そうそうそうで、うん、僕らも一緒に行ってたら師匠も楽しなってもって全然時間を気にしてなくてで誰かが、うん、師匠もうあの2回目の出番もう来ますよみたいな、うんうんうんで結構ねそこが劇場から歩いて30分ぐらいかかるお好み焼き屋さんってどんな遠いお好み焼き食いに行くんですかまた出ていくのも時間かかるしも間に合えへんわ焼けてなかったですねお好み焼きが全然そうそうそうでそこに行った若手の一人が原付で来てたからちょっとお前バイク貸してくれ単車貸してくれって言っておうおうおうで買うんだけどやっぱ師匠顔がだいぶ大きいからもうヘルメットがすごいちっちゃくて、うん、なんかウグイスボールみたいななんかこうなるそうそうそうこうなるやつここ締め付けられて、うん、それでも一応乗ってペンギン村みたいな、うん、でほんで行ってくる行くほら行くわって言って、うんうん、で行った時にフルスロットルでこうウィリーでスケーリング前タイヤ向いてあれ大丈夫かなって言って逆にめっちゃうまいじゃないですかめっちゃうまいねウィリーで消えていったからかっこええウィリーで走ってってんすよあれ乗って乗ってガーなって、うん、で師匠のこ のネタ中にジャケットこうやって開いたここ五木ひろしとか書いてあるんですよ書いてるいつもで、うん、あれでパッてこっち言ったら殺すぞっていうのがあるんですけどその原付ウィリーした時にその殺すぞのステッカーだけペチってあの地面に落ちて殺すぞいやわしが死ぬとこやったいう、ね、何やなって面白いね。広瀬面白い。なんでジャケットの内側に殺すぞって入れようと思ってんの。そんな口汚い。物騒ですね。そんな口汚い言葉。はい、もっとください師匠の話。いや本当でも僕とかめちゃくちゃ仲良くさせてもらってたんで。そうやな。あの頭取ってあの楽屋版みたいなアルバイトがあって。それをずっと僕も光圀さんもやってたんで、うん、結構師匠ネタというか、うんうん、袖で師匠のネタ多分一番見てるんですよ。ああ、はい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 、うん、で僕本当ずっと疑問に思ってたのが、うんうん、あの暁照雄光男師匠って、うん、あの音曲の三味線のおられて、うんうんうん、で照雄師匠ってもう本当にその三味線が名人芸なんですけど、うんうんうん、でソロのこのキャン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 って弾くシーンがあるんですよ、うんうん、でガーって弾いた後で、うん、テルオ師匠がなんでこんなにうまいんやろかって、うんうん、うわー言って盛り上がって、うんうん、うわーなるとこがあるんですけど、うんうん、三尾さんの合いの手がいつもおかしくて、うん、おかしい普通ね、うん、それキャン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 って弾いて、うん、なんで私こんなうまいんやろ言ったら、うん、うわー言うて自分で言うんかいとかじゃないですかそうやなうん、そこねいつもね、うん、どんぶり飯三杯やーっていうのいや本当僕袖で見ながら全然意味分からへんそう全く意味分かんなくて、うん、でいつも何か言うんですけど、うん、全部僕の中では的を得てないというかなんか焼きそばおいしいねーとか
そんなこと言うの？いや、変なことばっかり言うんです。本当変なことばっかり言うんです。すっごいやらへん。いや、そうなんですよ。でもそうっすよね。三つ森さん、そうっすよね。まあ、だから、飽きてんねやろうな。同じこと言うの。それやったら、その、まとえたことも一個ぐらい聞いてな、僕らおかしいんですけど、一回も聞いたことがないでしょ。それを、ずっと疑問持ってたんですけど、一回若手のライブに照尾光夫師匠が、うんうんうん、ゲストみたいなので出てくださった時があって、へー、おー、ほんで、うん、なんかこう相方に一言言いたいみたいなのをこうフリップでボンって出すのがあったんですよ、うん、で、照尾師匠が相方の合いの手がおかしいって出したんですよ。気づけたんや。やっぱ思ってたんや、うん、あのね、私がね漫才やっとるときにこう三味線弾くでしょ、ほんで弾き終わって私がポンって言ったら、この子どんぶり飯おいしいなとか変なことばっか言ってくる言って気づいてあったんや。やっぱそれ気づいてあったんやと思って。そうやな、気づいてたし、どっかで言いたかったやな、うん、いやこの子言うてもね、頭がねあんまりねよろしくないからね、絶対言うたらあかんやん、もらわれへんの言って、絶対言うたらあかんやん、そんなこと。その時おっしゃってましたけど、何でしょう、もう自分のもうこのレベルがすごすぎるんで、もう横で何いようが関係なくお客さんを沸かすっていうのが、うんうん、もう拍手が起きる時やもんな、あそこはな。そうですね、すごいね、笑いというよりも、うん、その拍手にこう消されるようにどんぶりめさまやー。いや、何でもええな、ここだから。もうあや、あ、そうか、うん、何言うてもええ。そういう三尾さんの遊びやったのか分かんないですね、このそういう、そうかもしれない、ね、大歓声の中で実は俺変なこと言ってるみたいな、うん、そうそう。だ俺らのコントの時に相方春菜が女装するコントの時とかは、うん、よく中ノーパンでやってた。いや、それまた違う、それまた違いますって、それも俺らだけの性癖ですやん、それ。違うね、うん、これマジでおすすめ、今の別れの子にも。あれ何を勧めてるんですか。いや、春菜曰くやっぱり見られたらあかんっていう意識が働くから、すっごい女性っぽい所作になんでて。なるほどね。なるほどね。足を閉じるであったりとか。ちょっと何をちょっと一理ある感じで言うてるんですか、ね、これ、その最も言うてたもん。いや、これマジで おすすめやで。別に女性ものの下着でもいいじゃないですか。いや、女性もの下着見られたくないじゃないですか。いやいや、そんな履いてるとこ。そうやけど。なんでフルチンである必要あるんですか。フルチンでよくやってた。割と短い、膝丈ぐらいの履いて。それフルチンで、はい、やってる相方がフルチンやってることは知ってるんですか、上村さんも。いやいや、最初のフルチンは知らなかった。俺にも内緒でやってた。自分だけの楽しみでやってた。いや、もうリアルガチで変態じゃないですか、それ。三つ国さんって誰、師匠可愛がってもらったんですか。師匠、いや、今日広志師匠とか結構早めにいろんなとこ連れて行ってもらう、ね、ご飯連れてくれるよね、広志師匠ね、はい、広志師匠はめっちゃご飯する。多分キースケンドでも行きましたと。へぇー、師匠と二人きりでサウナ、はい、うわ、それはないわ。サウナってドキドキしません、ね、二人きりで行くって。ちょっとでも、まあ、それ師匠やったらな、もうお父さんみたいな感じやし、うん、なんかあんのかなとか思ったり、ね、なんかってないね、そんな。いや、あるわけないやろ、そんな。俺でもそれで言ったら国を通る師匠は何を言うんですか。いや違うね、何言うんですか、やめてください。もう素敵なエピソード。何を言うんですか、やめてください。めちゃくちゃ素敵なエピソード。めったなこと言うとダメですよ、国を通る師匠が、うん、どっちもですか、うん、2人仲いいの、2人が、うん、すごくね、それ素敵なことですよね。すごく2人仲良くて、うん、劇場のその舞台袖に昔、うん、B1 角だって地下の劇場の時にちっちゃいソファー2人掛けぐらいがあって、はいはい、そこに国を通る師匠いつも隣同士に座りはんの。あんまないやん、コンビ。あんまちっちゃいソファーってね、ちょっと男2人で座るのもちょっとはばかられますよ、ね、2人掛けのソファーが向かい合わせにあってんけど、いつも国を通る師匠は2人並んで座ってはって、で僕らも昼間のダダで出番があって、はい、で、まあ、寝た前とかにそこに行って、はい、まあ、仲良かったからこうパッと座って、はい、師匠今日も暑いっすねみたいな、うんうん、言うてたら、ほな、うん、国を師匠が、はい、俺の前に座ってる国を通る師匠座ってて、国を師匠が、はい、うん、トール師匠に、あんた早く言いなさいよみたいな、始まったんですよ、こっち見て。
で僕はなんかよくわからんから、はい、どうしましたって言ったら、トール師匠が、うん、いやいい、あ、なんすか、トール師匠が、何よあんた言ってたじゃないの、早く言いなさいよみたいな、すっごいそうやり合いをする、僕の前で、うわ、なんか気になる、うん、女子高生みたいに、はいはい、でもういいからいいから言わんでいいからみたいな、はい、何よあんた勇気ないわね、早く言いなさいよみたいな、もうちょっとすごい、ちょっとあの上村さんちょっと口調がおかしなってますよ。いや、じゃあこれは国を通る人の、どっちもおねえなってます。どっちもおねえなってますね。おねえキャラ一人ですからね。間違えてください、ね、はい、うん。早く言いなさいよって言ったら、いや、もう言わんでいいからみたいな、こういうラリーをずっとやってて、はい、ここ一体 何を言い合いしてんやろと。気になりますよね。はい、ほんならもう最後、もう国を省が、通る人にも、はい、あんた言わないんだったらね、私が言ってあげるわ。なんだろう、なんだろう。僕の方向いて、通るちゃんがね、あなたとご飯に行きたいんだって。トール賞がもう言わんでいい、忘れてちょうだいっつって、あ、出たリアル、忘れてちょうだい、トール賞の方がっていうのは珍しいですよね。そう、トール賞なんか俺なんか陰で気に入ってくれてたみたいで、国吉師匠がね、そういうちょっとこう乙女なキャラでね、はい、うん、いや、そうそう、トール師匠がね、トールちゃんがね、うん、あなたとご飯に行きたいんだってって言われて、めっちゃ可愛いじゃないですか。そうそう、可愛いです。そう、もう女子高生みたいに、もうなんで言うんだよみたいな。で、行ったんですか、ご飯。行ってない、行ってない。行ったれよ。なんで行かないんですか、ちょっとおかしいでしょ、それ。じゃ俺行けへんねん、あんまり。いや、俺行けへんすか、ちょっと。なんすか、俺行けへんねんって、なんすか。じゃ俺、国吉師匠にもライブ終わり、パーッと歩いて、毎回国吉師匠来はって、うん、なんか、うん、あーって言って、あ、お疲れ様ですって言ったら、ライブ終わりって声かけられて、うん、あ、そうですって言ったら、一杯どうって言われたから、あ、いいですって言って帰ったの。最低は、最低。めっちゃ嫌です。乙女心踏みにじるわ。めっちゃ踏みにじるやん、この兄さん。その分全部俺が言ってますよ、兄さん。そうや。